皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、教室の売上が落ちている時にチェックしたい10個のポイントということについてお話をしていきたいと思います。教室の売上っていうのは、いろいろな事情で落ちていく時があります。売上を上げるための方法っていうものももちろん考えて私の方はお伝えするんですけれども、逆に売上が落ちている時にそれを例えば食い止める方法とか改善する方法っていうのも同時にやっていかなくてはいけない時とかがある場合がありますね。で、ご本人、要は先生本人に起因するようなケースの場合と、あと世の中全般的に落ちているようなケースがある時があります。なのでそこを見極めないとずるずると、なんか底なし沼の泥沼の中にですね、自分がこう使っていくような気分になってしまって、その事実そのものの問題よりも、メンタルですよね、心持ちの方が下がってしまうことの方がどちらかっていうと問題だったりする時もあるんですよね。ですから見極めですよね。自分が例えばサボっててそうなったから悪くなってるっていうのは、サボっているのをやめれば改善する兆しはありますよね。世の中全体が落ち込んでる時にはもちろん業績が上がっている業種も大体あります。ここが落ちてもこっちは上がるとかで、その時にじゃあ自分がそこにすぐに動けるんだったら多分問題ないんですけど、教室業ってそうもいかない場合とかあるじゃないですか。そうすると落ちている時ならではでの、業務改善見直しとか、半年後1年後に備えて今何をやるべきかとか、そういうことを考える時間にするようなケースもあるんですよね。なのでこれからお伝えするのは、チェックポイントとしてはお伝えするんですけれども、一番大切なのはマインドの部分ですね。心持ちをしっかり持って、冷静に対処するっていう、そんな感覚からね、されるといいかなというふうに思います。今こういうお話をしていると、私そういうことが全部問題なくやれてきている人に見えるかもしれないですけれども、そんなことは決してないです。だいたいそうですね、3年か5年に一度ぐらいは波は来ます。なんかこう不調の波っていうか、うまくいかない波ですね。だけれども結果としては、年間を通してですよ、売上がちゃんと微増でもいいから上がっていくようにできてるかっていうことと、あとは企業人生っていうのは長いので、10年スパンの時に凸凹あっても右肩上がりになってるかとか、そういう視点で見るっていうことも大事なので、そんな観点からですね、今日はチェックポイントをお話をしてみたいと思います。はい。そうしましたらですね、本題の方に入っていくんですけれども、まずですね、チェックポイントを探す時の、心持ちなんですけど、心持ちですね。心持ちは俯瞰してみる、だから自分自身の活動行動も含めて、世の中の事象も含めて引いた目で冷静に見るっていう、まずそこのポイントが視点として必要です。ドキドキして不安で、もう何をやってもうまくいかないし、どうしたらいいんだろうっていう、こう下向きな感じのイメージで捉えてしまうと、手を打つ手がうまくいかないケースがあるので、まずは冷静に見るっていうね、俯瞰をしてみるっていうことです。で、冷静に見るときに、どういうことが必要になるかっていうと、割とね、数字って冷静に見れるんですよ。感情のものではないからです。数字っていうのは冷静に見る、そもそもですね、数字をつけてない方もいらっしゃいますし、数字を見るためのデータをどこから読んだらいいのかっていうのもわからない方もいらっしゃるので、今日はその数字どこから引っ張ってくるのっていうお話も含めて、私とか私のクライアントさんに毎月セッションの時に報告してもらってる数字があるんですけれども、その数字のどのあたりに着目すると、改善点が見れるのかっていう、そこもね含めてお話をしていきたいと思います。はい。じゃあね、まずチェックポイントのその1ですね。これは皆さん大概やってるはずなんですけど、売上高
っていうところですね。はい、売上高、まあね、一応月何十万売上げたか売上げないかぐらいは分かりますよね。全体でざるっとざるっと分かりますよね。はい、なんでまず最初にそれがどういう状態になっているのか、もちろん下がってるからチェックするんですけれども、どれぐらいの幅でどう下がっていってるのかって 2,3 ヶ月ぐらいの推移はまずは見てほしいところですよね。はい、まあ、結構どんどん下がっていってっていう風になっちゃうと半年か1年スパンで見る必要もあるかもしれないですけど、まずは売上高です。でその次にですね、売上、まあ、件数というか構成ですね、売上の中身の構成、例えば大型、そうですね、高額案件、1件あたりが20万円とかするような高額口座が、例えばその月は売れていた売れてないとか、あとは単発口座とかコース口座とか、こう高い中くらい安いみたいな、例えば商品構成があったとして、その件数ですよね、月の件数、それがどういう構成比で推移しているのかっていうのを、やっぱ数ヶ月分ぐらいはちょっと見る必要がありますよね。例えば当たり前ですけど、高額口座が売れる月と売れない月があると、どんどんってこう売上高が変わりますよね。なのでその高額口座を意図的に売るって決めてれば、別に落ちてるのは当然っていう風になるし、そうでなく売れちゃったとかいう風になってる場合には、それはそれでその時はたまたまラッキーだったっていう見方をすれば大事なので、売上の内容構成ですね、構成比がどうなってるのかっていうところも見ていく必要があるですね。これチェックポイントの2です。でチェックポイントの3つ目が、実際にその減ってるは売上高が、まあ、減っているけれども、例えばそれ以上にいつもより何かを使った、例えば投資、パソコンを大きく買ったとか、大きな、自分の学びのための学校に行く投資をしたとか、そういった、まあ、普通のことですね。それがたまたまどこかの月とかに重なってしまえば、当然それは落ちていきますし、その何に何を使ったか、そしてそれは将来の投資のためのものとして、だから今は落ちるので大丈夫っていうことが分析できているかどうかなんですよ。ただ単に落ちてる落ちてるじゃなくてですね、手元に残らないからっていうところの話で、実際に使ったお金ですね、ここのチェック3つ目で、4つ目が、新しいお客さんですね、新規の生徒さんが入ってきてるか入ってきてないかっていうのも結構チェックポイントで、入ってきていてその方が先に対してお金を使う見込みがある方なら、今下がっててもいいんですよ。その数ヶ月後にはちゃんとそれが収益化していくとかっていうのが目処が立つものがあるか、だから新規の人が入り続けてるかどうかっていう、その内容のチェックする必要があります。新規の人が入り続けてなかったら、新規が入るような活動しないといけないんですよね。既存の生徒さんだけで回されてるっていう先生いらっしゃるんですけれども、人間って飽きるし、あとは離れていく時期が来るんですよね。そのスパンが先生の持っている講座によって早く離れるのか長期的にいるのかっていうのは違うんですけれども、義理人情だけでは続かないですね。続くケースももちろんありますよ。10年とかね、通っている方もう、それは講座を習いに来てるっていうよりは先生が好きで通ってるっていう、もうほとんどファンのお布施に近い感じですね。アイドル化してる感じで、なかなかそういう教室名ってすぐにできるものではないので、その新規の人って、ね、やり続けなきゃいけないんですけど、それをやってなければ当然売上は落ちていくっていうことになりますよね。はい、あと5番目、リピートのお客様の、人数ですね、まあ、既存の生徒さんが、まあ、どれぐらいの割合で通ってきてくれてるのか、ここがすごい熱くやってた方がそこが減るだけで、どん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 当然売上が下がるので、まあ、新規の方の注文というか、実際に入ってきている、新規の方が入ってきている状態と、あとリピートの方がどれぐらいの割合でリピートしているのかっていう、このあたりのね分析とかする必要があります。であとはですね、その
これは少し長期スパンで見ないと読めないんですけど、一人の方が平均的にあなたの教室に何年ぐらいいるのが普通なのかっていう、一旦平均値は出した方がいいかもしれないです。はい、一度ね。そうすると、ある特定の時期にものすごくプロモーションをかけてすごい人数を入れて、その人たちの平均的に辞める時期が分かるわけですよね。そうするとそこで売り上げが落ちるのは当たり前なんですよ。で、私の場合もパン教師の場合、大体、ライフタイムバリューっていうんですけどもね、要はいらっしゃっていただく平均年数、長い方はもちろん4年とか5年とかいらっしゃるんですよ。短い方は6回のコース終わったら早終わりっていう方もいらっしゃったんで、平均値がだいたいね、1年半ぐらいだったんですよね、私の教室、パンの時はですよ。はい。で、コンサルの方になってからは、もちろん専従でやってから4年目になるんですけれども、もちろん4年の方もいらっしゃるし、半年の方とかもいらっしゃるので、平均値を取るとだいたい1年半から2年ですね。はい、だいたい1年半から2年。そうすると、とある時期に大量の人数を入れた時には、そのちょうど賞味期限的な時に一気に人がいなくなる可能性があるんですよ。だからそれを読み込んでおけば、落ち込む必要がないっていうか、そういう時期だよねっていう分析ができるので、その平均的に来てくれるその年数ですね、それを改めて把握する必要があると思います。はい。で、あと次はですね、アクセス数ですね。アクセス数、これは Google アナリティクスっていう無料の解析ソフトがあるんですけど、それと自分のサイトをきちんと登録をするとですね、そのアクセス数っていうのが、ウェブサイト何らかの事情があって、それ自体が落ちてる場合があるんですよね。そうすると、そこから当然新規の方が減ってくるということになると売上下がるみたいな感じになるので、本当は週1ぐらいでチェックできるといいんですけど、最低でも1ヶ月に1遍ぐらいは自分のサイトの訪問者数とか、どういうことが見られてるのかとか、そういうチェックをね、してあげる必要がありますね、サイトの方のメンテナンスとして。そうすると、何かの事情で、例えば自分が意図してないのに、例えば今まで1ページ目に載っていた自分のページが4ページ目とかに下がってれば、明らかに見る人が減ってるから、当然新規が入ってくるのが減るとか、そういう分析とかもできたりします。はい。なんで、アクセス数とかね、サイトのアクセス数とか、それも見ていく必要があります。それと、あと次はそのアクセス数を見たら、そのアクセス数に対して、だいたい平均的に商品を買ってくれる人の割合ですよね。はい。だから月々にそこを見ておくと、これぐらい見られるとこれぐらい買われるっていうのが、一つ平均値があったら、それより高いのか低いのかっていう、その平均値よりですよ。それを冷静に分析する必要があります。アクセス数はそんなに減ってないのに、購買率がめっちゃ減ってるとしたら、時流に合ってないホームページの見せ方、内容、書き方になってる可能性があるので、そうすると、その中身をリニューアル、チェンジするとかっていう対策を打ったりする必要が出てきますよね。ですから、だいたい今の商品のリサイクルって早くって、前は1年ぐらい同じ商品普通に売ってても売れてたんですけど、最近のイメージ6ヶ月とか3ヶ月なんですよね。だから、なんか結構割とリニューアルっていうか、少しずつ手を変えながら、見せ方を変えながら商品販売をするっていうのが必要におそらくなってくるかなっていうふうに思ってます。はい。あとはですね、平均購買単価ですね。レッスンが、さっき言ったように高額講座とか、中程度のもの、低額講座とか安い講座とか、いろいろあった時に、一人の人が平均的にどのぐらいの価格を使ってくれるのかっていう、その平均購買単価がそもそも減っていれば、要は自分が用意している商品が安いのかもしれないし、高額商品が買われなくなってるのかもしれないし、事情を分析する必要があるんですけれども、それが減れば当然減りますよね。はい。そうすると、じゃあ、高単価ないしは、もう少したくさん商品を買ってもらうためにはどうしたらいいのか、
っていうことをアイデアを練っていかないといけないんですよね。だからこのあたりは、まあ、まずチェックしていく内容になる部分の、まあ、データの部分ですね。でその他に自分の SNS の活動の、チェックですね。 SNS 活動のチェック、具体的に言うと例えばメルマガの配信数だったりとか YouTube のアップ、 Instagram の投稿数とかいう、まあ、そういうデータ一覧とかまとめてやっていただいているケースもあるんですけれども、その登録の状態によってですね、登録というか投稿の状態によって当然ヒットが下がれば新しい人に見つけてもらえる確率が下がるので、その SNS の投稿が自分なりきにどうなってるかっていう行動指標のチェックっていうのも必要になってくるケースがありますね。であとはそうですね、広告とかを仮に一時期どっかで使ってたらその広告をやめたかやめないかとか、そんな話とかもおそらく出てくると思うんですよ。だから結構聞いてるだけで嫌になるぐらいチェック項目多いかもしれないんですけど、売上が下がってて何かその指標と原因を見つけたいっていう場合を見ていくときにね、まずこう自分の内部要因として探していくのに、まあ、この指標ぐらいはまずはちょっとチェックしましょうっていうこと、これ内的要因の方ですね。で外的要因の方は確かに世の中、はい、コロナになりました、ね、緊急事態宣言、外へ出れません、対面のものはなるべく控えてくださいとか言われれば当然それはできてたものができなくなるんで、その要因で下がるのはあると思いますよ、あると思います。まあ、でも内部要因はまずしっかり把握して、で外部要因と掛け合わせしながら、まあ、考えていくっていうところはありますよね。長期的な要因だと、まあ、特に教室業の場合最近感じてるのが単純に教室の数が増えてる、増えてれば自分を見つけてもらう確率が減るんですよ。だから売り上げが落ちるっていうのはもちろん要因として考えられますよ。でもそしたらその内部要因と外部要因を掛け合わせて、まあ、商機を見出すとか、場合によってはですよ、業種替えとか転職というに近いようなことだって考えられるわけですよね。その時に好調な業界で自分のできるスキルを生かして仕事をするっていう考え方だって当然あるわけですよ。だからそのいろいろなものを分析して見ていくと、まだね打ち手がたくさんあるっていうことをおそらく気づくはずで、わけも分からず不安になったり、この先どうしようとかって手につきませんとか言うんだったら、まあまずさっき言ったデータ調べると、あれこれってもしかしたらこんなことできるかもっていうね、アイデアとかが思いついちゃう時とかもあるかもしれない。はい、なんでやみくもに落ち込む必要がないっていうことです。それでもですね、それでもですよ、どうしてももうダメだみたいな感じで思考が止まっちゃう時には一回投げ出してみる何も考えない、手放すっていうことがあってもいいと思います。一日ぐらいはねあんまり長期的だとあまり良くないんですけど、私、まあ、投げ出すっていうのはほとんどないんですけど、会社員時代だった時にね、本当有給を取って、もう仕事が詰まりすぎてて、いや本当は取れるような状態じゃないですけど、でも体調不良みたいな形で有給を取ってですね、海を見に行ってとかそういうことはやったことありますね。はい、だからどうしてもこう気持ちがねリフレッシュできないと前に進めないっていう場合には手放す、感情を手放すっていうこともまあやってみてもいいかなと思います。ただ冷静にさっき言ったチェックポイントとかを行っていくと、だいぶ改善点とかが見えるので気持ちもね楽になるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、そうしましたらですね、まとめに入りたいと思います。教室の売上が落ちている時にチェックしたい10個のポイント、はい、ちょっともう一回ね復習しますね。はい、まず売上ですね、あと売上の 内部構成費、あと自分が何かに投資とか含めて使った、内容を把握、あと新規のお客さんの入会状況で、あとリピートのお客さんの入会状況で、新規の会員数とかがどういうふうに推移していってるのかっていうことの
その新規の会員数の方とその方たちが何をどういうふうに買ってるかっていうその動向チェック、あとアクセス数ですね。であとアクセス数に対して何をどう買ってくれたのかっていう購買の確率の問題ですね。購買率で、あと平均単価ですね。購入の平均単価、どれぐらいの金額を買っているのか。あとは SNS の、活動、行動の投稿数のチェック。あと広告などをもしも使っていたら、そちらの広告とかをどの時期に使ってどの時期にやめたかとか、まあ、そういったところを把握する。と同時に外部要因も把握して、その掛け合わせの中で対応策を考えていくっていうことで対応していただければというふうに思ってますので、頑張ってみてください。それでは。